ピーバースデートゥーミーハッピーバースデートゥーミーハッピーバースデーディアハッピーバースデートゥーミー寂しい。はい、というわけでね、今日はね、なんと、僕の21回目の誕生日ということで、まあ一人寂しくやっているんですけども、まあ一人寂しくといっても、まあさっきまでというか、お昼にね、まあ何回も動画で言ってるんですけど、マング君っていうお友達がいるんですけども、その人がね、お昼おごってあげるということで、外食してちょっと食べては来たんですけども、まあ、夜は一人寂しく過ごすということで、なんかそのままね何もせずに過ごすのもただ寂しいだけだと思いますし、まあ、せっかくなんでなんか雑談的なね、なんか食べながら雑談しようみたいな感じの動画でも撮ろうかなと思います。まあ、僕が好きな配信者さんとかがそういう動画撮ってたりしたら、まあ、個人的には結構面白いというか好きっていうか嬉しいので、まあちょっと自分もやってみようかなと思います。適当に喋るだけなんですけども、とりあえず食べましょう。まあ何を喋るかでも特に喋ること決めてないんですけどね。さあこれをね、とりあえずケーキなんて高くて買えないので適当にそれっぽいの買ってきて食べます。はい、買ってきてっていうか買ってきました。ティラミスです。はい、いただきます。あ、ちょっと苦いな。大人の味。うん。苦いけど、まあ、美味しいです。で、お菓子もね、いろいろ買ってきました。よいしょ。ちょっと一体届けてもらって。よいしょ。はい、よいしょ。いろいろと買ってきましたと。なんか、長い沢グミ。わかりやすい。グミね、グミ。やっぱりグミは欠かせないでしょ。グミでしょ？で、なんか、これ100円だからね。すごくね。バニラクリームウエハース。なんか、オレオの、パクリじゃないけど、オレオっぽいやつ。見た目がオレオっぽいやつ。で、なんか美味しそうなこの、またチョコなんだけどさ、甘ったるいかもしんないんだけど、生チョコクリーム。なんだろう。なんか、肉まんみてえだけど。まあシュークリームみたいなやつかな、これ。で、このポッキーね。ちょっとしばらく食べてなかったんで。で、見てください、これ。だがしかしのコラボ商品、ようやく見つけた。100均でね、まさかのね、100均で売ってるっていうね。このホタルさん、かわいいね。このイラスト、良い。なんかさ、アニメのさ、グッズとかって基本その、公式のイラストを使い回すじゃないですか、大体。同じ画像を使い回すじゃないですか。だがしかしも、まあ、使い回し画像が何個かあるんですけど、その中でもね、この画像、このイラストがね、結構好きな。一番好きかな、多分。まあ、形もいいしさ、表情も良く、可愛い。このイラストすごい好きなので、ありがたいというか嬉しいですね、これは。で、ココナッツカレー味。まあ、主人公のあの男の子がね、ココナッツって言うんで、で、あだ名がココナッツなんで、ココナッツカレー。どんな味がするのか楽しみですね。ココナッツカレーってなんかカレーは辛くてココナッツ甘いから、なんかよくわかんないけど、あれか、味噌カレー牛乳ラーメン的な感じなのかな。よくわかんないけど。で、やっぱり、ホタルさんと来たら、サヤでしょ。サヤ。エンドウサヤ。サヤエンドウでしょ。おつまみにも、サヤエンドウ。おつまみ。酒買ってきてねえな。酒買ってきてねえけど、俺あんまりね、あんまりむやみにお酒飲みたくないからさ、そんなに強くないんだよ。どっちかというと弱いから、あんまりむやみに酒飲みたくないから、じゃあ普通にジュースでも持ってくるかな。
はい、まあ雰囲気だけでもね、ちょっとお酒っぽくして、ブラッドオランジーナ、この前のやつね、これ飲んでいきますか。まあこの甘いもの多いから、飲み物もないときついと思うんで、とりあえずやって、なんか誰かさ、ニコ生でもやればよかったかな。さすがに一人はね、寂しいわこれ。なかなか耐え難いものがあるんだけど、まあいいでしょう。とりあえずやっていこう。何を話すかっつってもね、まあこれからどういうさ、動画を出しますかみたいな話とかもしようかなと思うんですけど、うん、まあやっぱりよく来るコメントがね、まあデュエマの動画はみたいなコメントがすげえ来るんだけどさ、昔そのデュエマやってた時代の頃から知ってくれてる夏目小三勢とさ、ゲーム実況始めてから知ってくれた人とさ、まあ今初めて知ったっていう人といろいろいらっしゃると思うんですけども、まあ、夏目小三勢の過激派の人がね、プッシュがすごくてね、デュエマデュエマみたいな、まあ別にその嫌なわけじゃないんですけど、やってないし、そのなんて言うんだろう、特に今の新しい診断のカードになんか興味あるわけでもないし、ちょっと甘いものが続いたっていうか、甘いものばっかだからさっぱりしそうなの食べよう、グミで、あのブラックボックスみたいなさ、あれがああいう感じのやつだったら昔やってた人も楽しめるからね、いいんですけど、なんか普通の診断とか開けても多分楽しくないと思うんだよね、俺自身が。柔らか、何これ、え、グミか、これグミっつうか、なんかなんつうんだろう、安い練り飴みたいな、わあ、なんかや安い、こうクオリティの低いさ、わかるかなこの気持ち、クオリティの低いこう砂糖菓子みたいな。あー、これグミじゃないわ、グミと呼んで、いや、これグミと呼ぶべきじゃないよ。これは期待外れだな。まあ、水飴入ってる、やっぱり。うん、まあ、このなんか歯にくっつく感じ、ちょっとこうちぎればわかるかな、ほら、うわ、ほらほら、わかる、この、うわ、苦手だわこれ。サワーペーパーの方がいいじゃんこれだったら。サワーグミダメだこれ、外れだわ。普通にさ、ガブリチュー買ってくればよかった。昔の主人公とかさ、勝負くんとか白王とかね、ザキラとか、あの時代のなんかカードが入ってたパック昔あったみたいじゃないですか、なんだっけ、クロニクルパックみたいなやつ、あれでもね、開けてもいいと思うんですけど、多分今あれ売ってないでしょ。で、なんか今のキャラクターに正直興味ないしさ、昔はね、すげえかっこよかったじゃん、漫画が。勝負くんとザキラのさ、あの戦いとかさ、昔は漫画が熱くてすげえかっこよかったんだけど、まあ今は正直ちょっとかっこいいとは言い難いからさ、あんまり興味が湧かないんだよな。やってなくてもそのかっこよかったらなんかいいじゃん、うおーみたいになるけど、ちょっとなんかなーっていう。でね、今度出るあのアルカディアスとバロムのあのデッキかな、あれはね、まあ買ってもいいかなっていうか、ちょっとワンチャンあるんじゃないかなって思ってんだけど、やっぱりあの大天使じゃねえや、大天使はあれだ、バトスピだ、ね、精霊王と悪魔神はやっぱりね、4段からいるわけだし、俺が始めたばっかりっていうか、1年生の時か、小学校1年生の時始めて、その時からあるし、やっぱ昔からずっとかっこいいなって思ってたから、あれは熱いでしょ、あれは熱いよ。アルカディアスもバルムもね、プロモはすごい集めたしさ、特にアルカディアスのあの戦国武闘伝みたいなプロモ、スーパーレア仕様の、あれめちゃくちゃかっこいいよね。やっぱアルカはね、アルカとバルムは本当にかっこいいから、あれはちょっと買ってみようかなと。
まあでもパック開封じゃないから面白くないかもしんないけど、あれはでもね、イラストが良いのでコレクションとしていいかなと思うので買おうかなと思います。デュエマーは出さないわけじゃないですけど、まあしょっちゅう出すわけでもないと。デュエマーに限らずなんか興味があれば買うっていう、カードゲームとかなんかコレクション系のもの、あ、なんか良さげだなみたいな、なんかね、こうイラストが良さそうとかさ、個人的に好きそうなイラストだとか、そういう感じだったら買うし、ネタとして面白そうだなと思ったら買うし、ちょっとね、無理してまで買ってやる気持ちにはなれなくて、自分でやりたいと思ったらそれをやりたいので、まあ、デュエマの動画も昔からずっとやりたいと思ってたことばっかりやってたから、全部自分でやりたいと思ったことをずっと動画にしてやってきてたんで、なんか自分の意に反してやりたくもないことをやるのはね、ちょっと性格上っていうか、あのやる気起きなくてやれない人なので、やりたいことをやりたいように自分の好きなようにやって、それを面白いと思ってくれる人がついてきてくれればいいかなとか思ってるんで、うん、まあ別にそんな超有名になりたいっていう願望がないわけじゃないけど、そんな強いわけでもないし、やりたくもないことをやって有名になるよりは、やりたいことをやって、それで同じ意見の人がね、同じ趣味の人とか同じそういう価値観の人と仲良くなれたりしたらいいかなと思ってるんで、あんまり自分のあんまり興味のないことはちょっとやらないかなと思います。まあリアルの方ではね、あんまりこう祝ってもらえなかったわけですけども、まあマング君はね、すごい お祝いしてくれて、でね、プレゼントももらったんですよ。後で紹介しますけど、プレゼントももらってなんですけど、ちょっと寂しい誕生日になるかなと思ってたんですけど、昔のね、見てくれてた方から昔から見てくれていた方とか、最近見るようになってくれた方とか、やっぱニコ生来てくれてる方々がね、あとオフ会で会った、オフ会で会ったというか、オフ会で知り合った方々から結構お祝いしてもらえたりしたので、まあまあまあ、なんだろうね、ネットの友達っていうか、ネットの知り合いがどうかっていうと、なんか人によってそれぞれ意見あると思うんですけど、個人的には何もなく一人で寂しく過ごすよりは、なんかすごい嬉しくてね、まあ一人じゃないっていうか、なんて言うんだろうな、まあ、リアルではなくても祝ってくれる人がいたので、すごい嬉しいなと思いましたね。まあ、なのでやっぱり好きなことをやってね、まあ、数少なくてもね、そうやってちょっと仲良くしてくれる人が少しでも少しずつでもね、増えていけばいいかなと思っています。で、まあ、デュエマーとかさ、そういうのやらなくなって、じゃあ最近逆に何してんのって話ですけど、最近は、その、あんまり遊ぶ時間というものもなくてね、うん、まあ、時期も時期なんで、あんまり自由な時間もなく、まあ、パズドラとかさ、白猫とか、そういうゲームとかもよくやってたんですけど、最近そっちの方もね、あんまりできなくて、課金するね、お金がちょっと、厳しくなってきて、そろそろちょっとそっちの方も見直さなきゃなと、生活に支障がね、出ては意味ないので、本末転倒なので、ちょっと課金の方も抑えなきゃということで、あんまりこうガチではやらない感じになってて、まあまああんまり金使わない範囲でできる範囲でやってるんですけど、であとは最近はね、すごい絵を描いたりするのが好きで、昔から結構描くのが好きだったんですけど、あんまり本格的には描いてなくて、で今まあ一人暮らしだし、自由な時間、まあ最近は少ないけど、いろいろ自分の好きなようにできる時間もあるので、ちょっとね、最近絵描いてて、でせっかくなんで自分で自分に絵を描くっていうね、その誕生日のこんな感じで。見えますかね、こんな感じです。だがしかしのホタルさん、やっぱりホタルさんなんだよね。もう今年に入ってからやっぱりホタルさんが一番好きで、今んとこ2016年になってから自分の中で一番好きなのがホタルさんなので、キャラクターの中で
はい、夏目バースデー21 years old、ちょっと釣れちゃった、July 13th と、まあ、薄くて見えないと思うけど薄くて見えないと思うけどね、ちょっとペン書きとかまだまだ書いてる途中なんで、ペンとか、まあ、ペンはまあ文字にしか入れませんけどね、そういうあの本格的な道具持ってないので、全部シャーペン1本でこれ全部シャーペン1本で書いたクオリティのお察しのね、お察しクオリティのイラストなんですけども、自分でちょっと好きなキャラクターに祝ってもらってるっていう妄想をね絵にしましたと、まあ、21って書いてるね、このろうそくを立てたケーキを持ってこう笑顔でこっちに近づいてくるという感じで、うん、まあ寂しいよね、まあ、これをまあ昨日ニコ生で放送しながら書きましたっていうことですね。うん、まあなんか出来上がったらツイッターにでも載せようかなと思いますけど、まあちょこちょここう書いたりしてね、イラストをねこうパパって適当にこんななんか書いたりしてんですけど、でマグ君にもねちょっと前書いてあげたことがあってね、まあ、それ後で言いますけど、まあ、そんな感じですね。絵描くのが結構好きっていうのと、あとはまあ最近あんまり時間もお金も厳しくて行ってないですけど、カラオケとか行ったりしてね、まあストレス発散にもなるし結構気持ちいいんですけどね、歌ってると。あとはやっぱり家事っていうかね、一人暮らしだと、やっぱり家事を全部自分でやんなきゃいけないので、それでも結構時間使っちゃったりとかして、掃除しないとゴミ溜まるし、ゴミ溜まるとね本当にもうホコリまみれになっちゃうんで、自分ね結構そういうホコリ、ハウスダストとかにも弱いので、ちょっとね掃除しておかないと自分がひあの痛い目に遭うので、掃除したりとかですね、キッチンとかも掃除したりとかしないと油まみれになったりで、結局掃除しないでほったらかしておくと虫湧いたりして自分がね嫌な気分になるので、で、実家にいた頃はね、あっちは雪国なので G はね、みんな嫌いだと思うんですけど G は出ないんですけど、まあ、こっちに来るとね、まあ、出るとまあしょうがないよねそれは。 G が出るので、まあ、G が出ないようにするためにも少しでも部屋をきれいにしておかないといけないと。まあそんなにまだ遭遇してないですけどね、こっち来て1年に1回か2回ぐらいしか遭遇してないのでまだいい方なんですけど、まあまあそれでこまめに掃除しなきゃいけないし、洗濯物しなきゃいけないしだったりなんだり、いろいろそれでね割と時間取られたりしますね。あと料理ね作って、できるだけ自分で作りたくて、お菓子全然食ってねえでしょできるだけ自分で作りたいんですよ、まあ、お金もかかんないしその方がスキルも身につくし、はい、ごちそうさま。ちょっと甘いものを一旦控えます、きついくっそ甘いこのティラミス。じゃあちょっとこれいきましょうか、楽しみで。その料理がね結構楽しくて、めんどくさいかなと思ってたんですけど結構楽しくなってきちゃって、最近いろいろ作り込んでるんですけど、まあ、その様子をインスタグラムっていうなんかツイッターみたいなやつにアップしてるので、まあ興味がある人はツイッターにもシェアしてるので、よかったら見てくれると嬉しいです。食べてみましょう。いただきます。なんか薄いカレー味って感じ甘さはないですね、なんかただの薄いカレー味って感じ、うん、薄いなんか味が。あ、味噌カレー牛乳っぽいっちゃ味噌カレー牛乳っぽいけど、色も薄いし味も薄いね。
まあ、ただ蛍さんが可愛いからいいんじゃないかなと思います。じゃあこっちも食ってみるか。さやし、さやし、遠藤さや、行きましょう。うん、枝豆みたい。まあ、これは安定して美味しいでしょ、だってね、普通のさや遠藤だもん。でね、動画はね、本当にさっきも言いましたけど、撮りたいのただ撮るって感じで、部屋の紹介みたいなのしてほしいっていうコメントもいただきまして、まあなんか人の部屋っていうか俺の部屋紹介してもね、なんか自慢かよみたいになるかなと思って、結構ねインテリアとか家具っていうか、その雑貨店もあるの好きで、いろいろこう自分の部屋をね、インテリアっていうか、そういうなんて言うんだろう、雑貨とかでインテリアコーディネートじゃないけど、そういう感じにするのが結構好きなんですけど、まあなのでそれをね、買ってきた雑貨とか紹介しながら、軽くこうこんな感じにしてますみたいな部屋紹介も時間ある時にやろうかなとか思ってるんですけど、まあ興味ある人は見てくれると嬉しいです。まあなんかなんて言うんだろう、自慢っていうか、そのどうだ俺の部屋すごいだろうみたいな自慢に見られたらなんかね、やだなと思ってどうしようと思ってたんですけど、でもそういうコメントいただいたので、知ってほしいっていう、何件か一人だけじゃなくて何人かの方にか言ってくれたので、まあじゃあやろうかなということでやってみようかなと思います。まあ、そんな感じで、なんかこう希望があれば、なんかリクエストじゃないですけど言ってもらえれば、なんかあいいな、やりたいなと思ったらそれもやろうかなと思うので、よければなんかお願いします。とにかくね、でも動画のネタがすげえ溜まってて、今撮らなきゃいけないのがいっぱいあるんですよ。こんな感じでね、いっぱい溜まってるので、なんかいますけど、これもね、なんかこんな感じでいろいろあるので、最終回とんでもない結末で終わらせてバックレたっていう、あの伝説のアニメ、まあ、こんな感じでちょっと溜まってますんで、撮らなきゃいけない動画もたくさんあるんですけど、まあでもそろそろ落ち着くと思うんで、学期末に入るし、まあ動画をできるだけどんどん上げていこうかなと思います。せっかくお菓子いろいろ買ってきたのに、やっぱ甘いもの続くと良くないな。甘いもの食べたくねえわ今。しかもこのさ、これすげえ楽しみにしてたのにさ、すげえ美味しくねえし、いやマジ失敗した。これもう食が進まないわ、このグミ本当に困る。でこのさ、このココナッツカレー味も期待してたのに、なんかただの薄いカレー味だしさ、なんなんこのハズレしかねえんだけど、なんなんだよ。安定とね、信頼のポッキーでしょ。極細。なんか細い方が得した気分になんない。なんか、グラム数一緒でもさ、入ってる本数多いじゃん、多分。わかんねえけど。なんかこっちの方が得した気分になる気がするんだよね。ん？何これ。太陽の光に当ててみよう。どんな絵が出たか、外ポで投稿しよう。ん？何？何に投稿するの？ツイッター？ツイッターかなんかで書けよな、これ。で、何？太陽の光に当てよう。今夜なんだけど。ダメ？部屋の明かりじゃダメ？で、太陽ってあれみたいで、なんかそういうゲームなかったっけ？ジャンゴ。なんだっけ？僕らの？違う、それ違う、アニメだ。なんだっけ？ジャンゴじゃなくて、ジャンゴ。ロックマンとコラボしてたやつ。あ、僕らの太陽か。確か。僕体？なんかこうさ、太陽っつってさ、こう、ゲームを太陽に向けて、こう、エネルギーをチャージするっていうすげえクソめんどくせえゲーム。で、結局さ、DS 版になったら、その太陽じゃなくて、太陽に当てるんじゃなくて、普通にボタン押すだけっていうね、意味ねえじゃんっていう。で、どういうことこれ。絵が浮き出る。こいつ何影分身してない？何これどういうこと？影分身してんじゃん。は？あ、違う、拡大コピーってことか。拡大コピーしてますってこと？
ピューンってピューン。それとも理科の問題、あの中学校1年の最初ら辺に習うなんか理科のこういう拡大とかさ、そういう鏡とか反射、光の反射とかの問題とかにあるやつじゃないのこれ。お像が大きくなるとか小さくなるとかあるじゃん。虚像、虚像じゃねえや、実像、実像とかなんだか、実像虚像みたいな、こいつが実像でこれが虚像みたいな、こうなんかあるじゃん、凸レンズみたいなよくわかんないけど、ちょっと光に当ててみよう。部屋の光じゃダメかな。太陽、なんかその間になんか食べるか。片手塞がってるけど、これ気になる。すげえこれが美味しそうでしょうがない。よいしょ。ん？開け口あるけど、ちょっと今無理だ。そう、あとね、ポケモン新しいの出るじゃん。サン、ムーン。あれちょっと気になるよね。あれちょっとやりてえなって思うんだけど。でも実況するんだったら、3DS をさ、なんか改造しなきゃいけないじゃん。さあ、美味しそう、このオレオみたいなの。あ、安くせえ。安くせえ、この。ああ、オレオとは、ほど遠い味だな。色も安くせえな。パッケージ詐欺だろ、こんなの。なんかやる気なさすぎでしょ、この色。見て、この違い。やる気なさすぎだろ、この色。浮き出てこねえばもうダメだ。まあ理科の実験ということで、実像と虚像の問題ということでした。食べよほら、なんかいっぱい入ってる感じしない？錯覚だと思うけど、錯覚。これも理科の問題。錯覚じゃねえの？錯覚？錯覚？錯覚って目の話。あ、でも違うか、いいのか。細っ。うわ、こんなさ、でもさ、足細い女子いないなんかさ、爪楊枝かよっていうくらい足細い女子いない？なんか蹴ったら折れそうみたいなさ。ちょっとそれは良くないか。今のなかったこと、今のカット、カット。細っ！うわ！何これ？細っ！いるよね、なんかめちゃくちゃ。びっくりするから足細い女子。男でもたまにいるけどさ、やっぱりさ、あんま細すぎてもなんかあれじゃない？ある程度太さがあった方がさ、個人的にはいいと思うんだけど、なんて言うんだろう、健康的っていうの、健康的な方がよくない？やっぱポッキーうまいな。あ、俺もこんな一人で誕生日にポッキー食ってないでポッキーゲームするようなさ誕生日を迎えたかったよ。一人ポッキーゲーム。虚しすぎるな。まあ、マング君とさ、一緒にやればいいじゃんって話なんだけどさ、マング君今日飲み会なんだよとことんぼっちだわ、クソ。しょうがないよ、でもね、しょうがない。やっちまった、萎えるわ。 YouTube だからさ、話せる内容がね限られてくるじゃん。あんま話すことねえなって言うと、なんか俺が変なことしか言わない人みたいになるけどさ。あ、そうだ、マング君からもらったプレゼント見てみよう。よいしょ、ちょっと片付けて。でも多分ね、モザイク入れないといけないと思うから、心してかかろう。はい、いただいたものはこちら、デン、スペシャルサンクス。Every day is a new day。 見るからに見るからになんか卑猥そうなものが入ってそうなね、なんか
いかがわしそうな感じのパッケージですけど、ゴールデン、ゴールデン、金ピカだよ、金ピカ。いきましょう。でで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 、ん？これはなんだ？手紙的なやつか？ほうほうほう。いきます。ドン。やっぱり来るよね。うん。でも、え？待って待って待って。え？ベルタースオリジナルの 0.01 じゃん。え、待って待って、今、よく見たら、よく見たら、ちょっと待って。あいつものって思ってたら、サイズ、サイズっつうか、薄さ。マジ、ベルタースオリジナルの、ゴールド。文字がゴールドに輝いている。え、めっちゃこれ貴重なやつじゃん。え、どこにも売ってないしさ、何軒回っても売ってなかったしさ、あとアマゾンでも3倍ぐらいの値段で売ってんだよ、これ。幻の一品。どうやって手に入れたのこれ。すげえ。え、めっちゃ嬉しいっつうか、これめっちゃ高いんだよ、これ。え、高いよ、だってこれ。え、しかも5個入りでしょ？え、超高えじゃん、これ。え、いいのこんな。お昼までさ、ごちそうになってさ、こんな貴重なものいただいていいの？あ、でもな、ちょっと今もらってもな。今もらっても、ちょっと、使い道っていうか、使う、あれが、あれなんだけど。まあ、できればね、せっかくだから、使う相手も一緒にプレゼント。とにかく、ありがとう。ベルタースオリジナル。ありがたく受け取ります。来たるべき時のために、来たるべき日のために、大切に保管させていただきます。YouTube なので、フェードアウト。はい、じゃあ次。なんか、お手紙っぽいの入ってたからね。ドン。ん？本名書いてるし、これ。本名書いてるし、U パックご不在連絡表。電話番号書いてねえじゃん、これ。締め。はい。住所書いてるし、俺の。こら。何この。蒸気以外。凝ってんな。シコ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 。じゃあ、45。俺の誕生日7月13日6時頃、確かに6時頃に入ってたね。あ、これポストに入ってたの。ポストに、マング君テレアさんだからさ、ポストに入れてくれたんだけどさ、保管期限7月13日まで。この配達担当者の名前がさ、大学の教授の名前だからちょっと見せられないんだけど。はい、裏もなんか思いっきり個人情報書いてたわ。小学生か、中学生レベルのさ、中学生かよ、マジで。でもそういうところが好きだ。うん、そういうところ結構好き、マング君。まあだからね、だからその俺とも仲良くさせてくれてるのかもしんないけどね。はい、誕生日かわいい、字がかわいい、みんな見てこれ、男の子の字だから字がかわいい、女の子みたいなね、これね、女の子からもらったっていう錯覚にさ陥るみたいなさ。誕生日おめでとうございます。もう一つプレゼントありましたが、彼女の車に忘れてきました。て、ありがとうございました。はい、ありがとう。で、本当にもう一個あんのかな、これ。どういうこと？ただ車に置いてきたっていうネタなのか、それとも本当に忘れてきたのかわかんないけど、でももう一個あるっつっても、これ以上いただいても申し訳ないんだけどな。なんかね、マング君とは1年の時から卑猥なものを送り合うっていう習慣がありまして、誕生日にお互いね、お互い卑猥なものを送り合うっていう習慣がありまして、今年最上級かも。1年の時はなんかビタミン C だかビタミン B 入りのなんか体に良さそうなローションでしょ。で、2年時はベルタースオリジナルじゃないやつで、なんかそれね、小さい、で、まあ今年すごい、今となってはすごい貴重な、でもどうなんだ、再販したのかな。めちゃくちゃ貴重な
いただきました、ベルタースオリジナル、ありがとう。で、あの俺もね今年マグ君の方が誕生日早いからさ、俺も今年あげたんだけど、こんな感じのやつをね、こんな感じのやつをあげたんだけど、まあ、なかなかいいものをいただいてすごい嬉しいです。ちょっと俺も頑張るわ俺も頑張るわ、ちょっと励みになったわ、ありがとう。というわけで、ちょっとお腹もいっぱいになってきましたし、喋ることも特になくなってきましたし、なんか迷走しそうなので、まあ YouTube で話せそうな感じの話はこのくらいだと思うので終わります。もっと過激な話を、聞きたい方はぜひニコ生の方にお越しください、ということで、ご視聴ありがとうございました、まあ来年ももし一人だったら来年もやるかもしれません、やらないかもしれません。ということで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。またね。